26日木曜日の全国の天気をお伝えします。全国的に不安定な空となりそうです。雨雲の予想を見ていきましょう。高気圧に覆われる太平洋側を中心に日差しが届きますが、午後になりますと山沿いを中心に雨雲が発生しやすくなります。日本海側では朝から雨が降りやすくなりますが、太平洋側の方も雨具があると安心です。天気の急変にお気をつけください。では各地のお天気アイコンで見ていきましょう。九州の北部や中国地方は朝から雨が降りやすく、また北陸地方も雨が降ったり止んだり日差しが届いたりと変わりやすい天気です。東北の日本海側も朝から雨具の出番となります。北海道は低気圧の影響で雨が降りやすくなりますが、次第に天気は回復へと向かう見込みです。東北の太平洋側から九州南部にかけての太平洋側では広く日差しが届きます。ただこちらの地域も午後になると急な雨や雷雨の可能性があるので、天気の急変にお気をつけください。日差しが届く分気温は高めで30度前後まで上昇します。中でも東京や名古屋では35度と猛暑予想となっています。厳しい残暑が続いていきますので、熱中症対策を万全に行ってお過ごしください。また詳しいお天気に関しましては、ウェザーニュースのお天気アプリからも確認することができますので、ぜひお役立てください。以上、全国の天気をお伝えしました。